皆さんこんにちは。いつも IB イングリッシュ英検対策動画をご視聴いただきありがとうございます。今日ご覧いただいている方の中には英検面接を直前に控えているという方もたくさんいらっしゃると思います。でも大丈夫です。今日は皆さんに直前でもできる面接スコアアップのポイントを2つお伝えします。まずポイントその1、アティテュードを意識しよう。このアティテュードというのは面接を通じての、態度に関する点数なんですが、元気よく積極的に答えることが非常に重要です。皆さんとても緊張すると思うんですけれども、笑顔を忘れずに、あとマスクをしている状態ですが大きな声で面接に臨むよう心がけてください。ポイントその2、音読の速さに気をつけよう。音読に関しては級によって与えられた文章をまず黙読するところから始まります。黙読の時間は決まっていますが、音読に関しては極端に遅くなければ制限時間というのは実はないんですね。ですのでいつも自分が練習をしているよりもゆっくり読むよう意識しましょう。どうしても緊張すると、早口になってしまいますのでゆっくり読んであげること、また黙読の時は頭になかなか内容が入ってこないと思いますので音読をしながらしっかり内容も頭に入れるよう意識して行ってください。本日のポイントは以上です。他にも IB イングリッシュ英検対策動画たくさんありますので、まだ不安な方はぜひそちらもご視聴ください。では皆さん頑張ってください。